電子線ホログラフィとは、電子線の干渉を利用したホログラフィ。電子は、光の10万分の1という短い波長を持っているのでその位相情報を活用すれば、高分解能の画像が得られる。電子顕微鏡に備えられ、電子線の干渉を利用して、高分解能の資料の画像を得る。そもそもホログラフ自体が1947年に、ハンガリーの物理学者であるガーボルデーネシュによって、 電子顕微鏡を改良する過程で発明されたという経緯がある。レーザーが1960年に発明され、後波ホログラフィは実用化に向けて大きく進展したが、電子線ホログラフィの実用化には良質内装の揃った電解放射型電子銃が開発されるまで待たねばならず、1978年に、 電子波の干渉をしまう3000本以上作ることができて、電子線の干渉性が従来の電子顕微鏡よりも一桁向上した高い、干渉性を持った電解放射型電子顕微鏡が、殿野村明たちによって開発されたことにより、実用段階に到達した。電解放射型電子銃から放出された電子線の経路を分割して片方の未資料に透過させると資料の存在によって、 電子線の位相が変化して検出機上で資料のない真空領域を透過した電子線が形成する干渉像から資料の構造を観察する。ありがとうございます。